スーパーポケモンスクランブルは、ニンテンドー、株式会社ポケモンより2011年8月11日に発売された、ニンテンドー 3DS 用、アクションゲーム。w ィーウ a r 用ソフトとして発売された、乱戦。ポケモンゲームとしては、初の 3DS 用パッケージソフトとなる。当初は7月28日発売予定であったが、 初版の事情により8月11日に延期となった。この新しい発売日は、Nintendo 3DS 本体の大幅値下げと同日となっている。ネジで動くポケモンのおもちゃを操作して戦うアクションゲーム。ブラックホワイトで初登場したポケモンを含め、本作発売時点で存在が明らかになっている646種のポケモンが登場する。 不思議なネジで動く646種類のポケモンたちが暮らすおもちゃの世界。この世界では最強のポケモンを決めるバトルロイヤル、チームバトル、突撃バトルが行われている。ポケモンたちは戦いで受けた傷を光の雫によって癒していた。しかし突然光の雫が湧かなくなってしまい、さらにコバルオンが引きる一団が各地から残っていた光の雫を強奪し始めた。 主人公のピカチュウは一連の事件を解決するために旅に出ることになる。そして光の雫を生み出すという世界の柱でコバルオンとの戦いで勝利したピカチュウであったが、そこに突然現れたのは一連の事件の黒幕、黒のラストという滅びの化身だった。前作からの大きな変更点は存在しない。ただし、通りナの種類が増え、悪あがきは通りナが、 サビダのポケモン専用となり、メタモンは他のポケモンと同じ種類になる変身を使うようになった。冒険の拠点となる場所、前作におけるターミナルの役割を担っている。回復は光の噴水で行うようになり、自動では回復しなくなっている。新たに登場した施設は、下記参照。フィールドは1から1から始まり5から2まで存在する。各マップに、 以下のエリアからいくつかが存在する。前作のステージを流用したような景観のステージもある。バトルロイヤル前作から大きな変更はないが一個のタイマーを拾うことで増える。時間が4秒に減っている。チームバトルチームランチャーを入手するとできるようになる。仲間2匹と共に戦うバトル。チーム構成とハイテンションモードをいかに使いこなせるかが鍵となる。突撃。 バトルと突撃フラッグを入手するとできるようになるバトル。強さの高いポケモンを多く仲間にすることとボタン連打が重要になる。3DS の立体視を活かしたバトルである。EX ステージに挑戦可能となる。ワールドランクという概念が登場する。ランクは定められた数の P を支払うと上げることができる。ランクを上げるとより強いポケモンが仲間にできるようになる。 EX ステージ完全制覇には、ランク10で仲間にできる強さのポケモンが必要となるが、ランク10まで上げるには、合計7520万 P という膨大な量の P を必要とする。ボスのイルエリアに続くジャンプ台が光り輝いていると、稀に登場する、ボスポケモンと戦闘できる。この場合伝説のポケモンがボスとして登場し、パワーも高めである。今作にも存在し、 合言葉限定の通り名もある。ありがとうございます。